旧植松家住宅は、静岡県裾野市、千福の裾野市中央公園内にある古民家。国の重要文化財に指定されている。植松家は、研究4年に、尾張国津島より、当地に移住し、江戸時代には、当地の名主を務めた。1971年には、文化庁の古民家緊急調査対象となり、1973年6月2日に、 国の重要文化財に指定され、翌1974年に、裾野市中央公園に移築された。寄せ棟造りで正面から北側にかけて土日差しが巡っており、東を正面とし、土間、広間、座敷、南戸の三間取りで構成されている。桁雪16.059メートル、張間北面7.878メートル、南面8.787メートル。建物は、 建造年代についての資料はない。形式手法から見て、江戸時代中期の建築と推測される。1971年に、その史跡は木328番地にあった、植松家住宅が文化庁の古民家緊急調査の対象になり、調査の結果、1973年6月2日、国の重要文化財に指定された。これを受け、植松家が、 裾野市にこの建物を寄贈し、元の土地に新宅を建てたため、旧宅を保存するために、裾野市中央公園に上松家住宅を移築し、1974年6月30日移築、修理が完了し、現在に至る。何度か住宅の位置が変わっており、宝永5年2月には、住宅は、ふから用水の東に存在した。延響元年と、文政3年には、 深から用水が門前に流れる位置にある。これについては、法営2年6月26日の夜、新領村、菅間の新土手が決壊する大水害が起こったおり、浸水被害を受けたものとみられ、ついで、法営4年11月法営山の噴火の被害を受けたため、環境が安定した頃に、旧建物の溶剤を持って移築したものと推察される。上松家は、 富士山南側の足高山の東側に住む農家である。区伝によると、研究4年源頼朝が富士の裾野で高狩りをした頃、終わり国津島よりこの地に移住し、代々名主を務めたと言われる。